今ハスクバーナーで働いています、まあ、基本的にサービスの仕事でイベントとかやってるんですけど、まあ、マシン調整だとかそういうことを主にやってます。で、まあ、これから、まあ、もっともっとハスクバーナーをの良さをこう売りにして、まあ、いいマシンなんで皆さん乗る機会があったらぜひ乗ってみてください。よろしくお願いします。あの今後のレースに復帰するとかいう計画はあるんですか？まだ未定なんですけど、まあ、自分の希望としては、まあ、モトクロスもそうですし、まあ、会社自体がエンデューロー車を主に扱っているんで、まあ、エンデューローだったりモタードだったりっていうのを、まあ、ちょこちょこチャレンジしていけたらいいなと思っています。全日本で走る池谷裕太です。よろしくお願いします。アメリカはやっぱりコースも広いし全開で走れるコースなんで、まあ、気持ちいい、走ってて気持ちいいし、そうですね、やっぱ毎回コースも綺麗で、マネジとかも深いレールができて、まあ、日本にはないようなトラックばっかりなんで、まあ、いろんな技術も、まあ、1年で、まあ、レベルアップできたんじゃないかなと思います。全日本今年全然出てチャンピオン狙いに行って、でやっぱりスーパークロス、まあ、今年6戦も出たんで、まあ、その経験を生かしてまた来年もチャレンジして、もう今年よりいい順位で終われるように、もっと自分をアピールできるように、来年はスーパークロスやっぱチャレンジしたいですね。IA2 で走ってます、ゼッケン113番、田中雅美です、今年から、ヤマハ、去年までヤマハ乗ってたんですけど、まあ、今年からホンダなんて、中木ホンダさんで走らせてもらうことになりました。で、まあ、バイクも変わって、まあ、乗り出して怪我明けなんで、まだ1ヶ月、2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、バイクも調子良くて、まあ、中木本田さんも全力で尽くしてくれてるんで、まあ精一杯頑張れると思います。ちょっと開幕間に合うかなって感じだったんですけど、まあ、バッチリ調整もできそうなんで、まあ、今年は1個でも多く優勝を目指して、まあ、常に上位食い込めるように頑張りたいと思います。SRF チームブルーイーグルスの稲垣達です。ゼッ
ッケンは07番で、今年は頑張ります。とにかく兄ちゃんを追いかけれるような速さを見せたいです。兄ちゃんが速いんで、とにかく僕は行きたいです。それを今年は目標にして頑張っていきたいです。稲垣義です。今年も IA2 でブルー SRF ブルーイーグルスから走ることになりました。今シーズンはとりあえずというか、行けるところまで、毎年言うんですけど、その限界を知らず行けるところまで行く。もっと自分を磨く。結果は出さないですね。それよりもやっぱ走りを磨く。その次の先の先のことを考えて、その練習をしていく。もっと鈴木のバイクをアピールして走るんだろうというところをアピールしたいと思います。その鈴木のバイク、鈴木のライダーが今回また多くなりましたけど、はい、いいことですね、本当に、はい、もっと鈴木のライダーが上の方に表彰台独占できるように頑張りたいと思います。はい、